まずお名前と学部学年教えてもらってもいいですか。国際文化学部、国際文化学科3年岡部正弘です。本日の試合を振り返っていかがでしたか。まあそうですね、最初まあいい入りはできてたかなって思うんですけど、ずっと競った試合をしてて、まあ前半もなかなかいい形で終われてたんですけど、3クォーターの入りちょっと緩く入ってしまって、そこの緩さが結構負けた原因なのかなっていうのは感じました。今日の試合はどのような気持ちで挑みましたか。そうですね、あの前の水曜日と日曜日にあった青山学院大学さんの試合と東洋大学さんの試合で、あまり自分のプレーができなくて、思うようなプレーができなかったので、まあ、今日こそ変えてやろうっていう気でチャレンジ精神を持ってやりました。岡部選手は試合終盤の同点の時点で交代で入られたんですけど、その時の気持ちなんかは。もともと出るだろうなっていうのも感じてましたし、まあ、出すっていうのも言われてたんで、まあ、ある程度の準備はしてたんですけど、まあ、出てた7番の元山がそのまま良ければ 出続けるだろうなって思ってたんで、まあ、軽い気持ち、まあ、軽い気持ちって言ったら変ですけど、なんか、うん、まあ、気楽な感じで入るようにしました。戦に向けての意気込みをお願いします。そうですね、まあ、今日競った試合を落としてしまって、まあ、チームとしては悪いムーブなのかもしれないんですけど、まあ、明日切り替えてしっかり勝てるように頑張っていきたいと思います。最後に応援してくださるファンの皆様に一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。まだ1周目も終わってないので、まだ自分たちは一部昇格も優勝も諦めてないので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。